はい、実際伺って、その言葉でのやり取りをしていく中で、生まれてくるこの質問をしたいこと、これってどうなんですかっていうのを、タイムリーにお聞きして、そこでタイムリーに返ってくるっていうことは、オンラインではなかなかできないことだと思っておりましたので、それでお伺いいたしました。PFI 事業について、聞きたいと思ってきたんですけれども、的確に具体性のある回答をしていただきましたので、大変参考になりました。入り口の段階でしっかりとした感染予防対策をされているということで、不安の中来たところもあるんですけれども、実際しっかりとした対応されているということで、来場して、よかったなというふうに思っております。はい、当社はですね、地方自治体さん向けにですね、モビリティ領域のシステムを開発している会社でございます。で、そこで、地方自治体さんとなかなかこう接点を持つっていう機会がですね、なかなか、ない、状況でございましたので、今回こういったエキスポに出展させていただきました。想定以上にいろんなお客様が来られるというところと、あとは意外だったのが地方自治体さん以外もですね、協業できたりとか、業務提携できたりとかですね、それとそのお客様に、ではない方々と そのアプローチとかですね、そういったところの接点も出たというのが非常に良、かったので、こういった状況もございまして、ですが感染症対策もしっかりとされているということでしたので、さらなるビジネス展開を広げようと思いまして、出展をいたしました。今回コロナということなんですけれども、感染症対策もされていますし、あとはオンラインを使った、商談なども、しておりますので、そういった対策もされているということですので、安心して、できるのではないかなというふうに思います。こういった状況でも来てくださる方は本当に真剣に来てくださっておりますし、弊社としてもこう地域活性化の、ブースに出展しておりますので、そういった方々と交流がより深まっていると感じます。思いのほかお客様がいらっしゃって、いい意味で、すごいやっぱり重要なんだなと、リアルの展示会とやっぱ重要で、コロナ禍だから求められてるっていうふうに感じました。コロナ禍をチャンスにする必要があると思います。困ったではなくて、新しいやり方にチャレンジする、皆様も今までやってきたことだけでなくて、新しいやり方を試す、挑戦をするっていうことが重要じゃないかなというふうに思います。